ロンドン交通局の現在と将来の鉄道路線のルートマップロンドン交通局はイングランドのグレーターロンドンの公共交通事業を所管する地方行政機関である。交通政策の実行と公共交通システムの運営を業務とする。ロンドン交通局はロンドン市長に任命された役員会により運営され、市長は役員会の議長も兼ねる。 ロンドン交通局長は、交通局各部局を指揮し、役員会への報告を行う。ロンドン交通局は1999年、グレーターロンドンオーソリティ法に基づき設立された、グレーターロンドンオーソリティの一機関である。前身である、ロンドン地域交通局を2000年に引き継いで、設立されたが、ロンドン地下鉄の運営は、 官民共同会社との維持に関する契約が締結された2003年まで延期された。タクシーの管理は以前は警察の所管だった。ロンドン交通局とその前身機関の業務書類はロンドン交通関係文書局が保管するが、初期の書類の一部はロンドン文書保管局にある。ロンドン交通局は3つの機関に分かれ、それぞれ異なる交通機関を所掌する。 各主要ユニットは固有の異なるカラーリング、各ユニットの略号などを横棒部に記載したロンドン交通局のラウンデルロゴを持つ。青の文字なしロゴはロンドン交通局全体を示している。各部局の色彩は宣伝広報物や交通局ウェブサイトに広く用いられる。ロンドン交通局参加のほとんどの交通機関が固有の単一料金、徴収システムを持つ。 バスとトラムの切符、地下鉄と DLR の切符はそれぞれ共通である。交通機関固有の料金システムに加え、ゾーンごとに1日から1年の各種有効期間や、利用可能時間無制限、オフピーク専用の時間制限を持つトラベルカードがある。これらトラベルカードは、DLR、バス、鉄道、路面電車、地下鉄で利用でき、 テムズ川の船舶には割引を受けることができるものもある。オイスターカードは2003年に導入された IC カードであり、プリペイド式で利用ごとに運賃を差し引かれる方式のほか、トラベルカードや各種定期券類の機能を持つものがあり、利用時は黄色いカードリーダーにカードを近づける。カードリーダーは紙の切符と併用のゲート付け自動改札機に、 取り付けられているほか、ゲートのない単独のリーダーもある。2010年から、プリペイド式、オイスターカードは、ロンドン市内のナショナルレールでも、利用可能になった。プリペイド式、オイスターカードを利用する場合、1日の、最大料金は、利用区間の1日以上車券と同額になる。ロンドン交通局は、ジャーニープランナーと呼ばれるウェブ上の、乗り換え案内サービスを提供しており、 公共交通機関、自転車を利用した場合の移動計画が検索できる。乗車中のアルコールが禁止される前日に、地下鉄車内で飲酒して騒ぐ人々2008年6月1日、地下鉄、オーバーグラウンド、バス、路面電車、DLR 及び、駅構内での飲酒、開封された種類の携帯が禁止された。ロンドン市長と交通局は、 この禁止令は安全と快適を乗客に提供するためとしている。禁止前日には地下鉄での最後の人騒ぎと称する催しが複数行われた。アルコール禁止令が条例化されるまでの間は、アルコール禁止のための強制手段は募集、または廃棄しかなかった。2005年7月7日のロンドン同時爆破事件の後、地上交通局長、 地下鉄局長を含む多くの交通局関係者が、生存者救出、遺体搬出、復旧作業、通勤客の帰宅支援などを称えられ、2006年、オナーリストに記載された。その他、同リストに記載されたのは、以下の局員。ロンドン交通局は、コベントガーデンにあり、ロンドンの交通に関する文化遺産を保存、展示するロンドン交通博物館を所有、運営している。 ロンドン交通博物館はアクトンに車庫を保有しており、市内中心部にある博物館本館では展示できない、道路運送車両、鉄道車両、街路表示、広告などが収蔵されている。アクトン車庫は年数回一般公開されるほか、保存車両がメトロポリタン線で運転されることもある。ありがとうございます。